の、じゃん、株元がねかなり弱ってしまっている感じを受けます。こういうのをね全部葉っぱ落とし切ってしまうとかなり弱くなってしまいます。本当はしたくないんですけども、植物が弱っている時に肥料があると根の生育の阻害とかもしてしまう可能性があります。株の形を見て株張りが苞を中心部に向けてあげるといいかと思います。絶対綺麗ですよね、紅白で咲いてくれたら。はい、皆さんこんにちは。植物を元気に、みんなを笑顔に、花農家のゆうきです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回は久々の復活大作戦の企画をしていきたいと思います。今回復活させようと思う植物は、せーの、じゃん、こちらサントリーさんが販売しているこちらバーベラの花手まりを、こちら紅白のね赤と白両方とも値引きされてたので、こちらをミックスで植えて復活させていきたいと思います。今回の動画を最後まで見ていただければ、こちらバーベラの復活のポイントがバッチリ分かるかと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。では早速今日もやっていきましょう。はい、ということで今回はサントリーさんが販売しているバーベナ花手まりの復活大作戦をしていきたいと思います。いろんなね復活大作戦しているので、以前バーベナもやったんですけども、サントリーさんのやつは初めてで、ね、こういった形で白と赤ね、夏にこれがねミックスで植わっているととても生えて綺麗な感じになるかなと思ったので、今回はこれを復活させていきたいと思います。では早速下処理からやっていきましょう。はい、ではですね、まず下処理からやっていきたいと思います。こんな感じ、よく見るとね赤の方は株元がねかなり弱ってしまっている感じを受けます。本当に復活してくれるのかちょっとね悩ましいかと思うんですけども、根っこの方を見てみるとどうでしょう、こんな感じでねまだしっかり白い根が生きてますので多分大丈夫かなと思ったりもします。でこちらの方はね、白い方はまだね株元の葉っぱも黄色みかかってますけども、まだねしっかりした緑の葉っぱが残ってますので、こちら問題ないんじゃないかなと思ったりします。根っこの方を見てみるとね、しっかりこちらも白い根が張ってくれてるんじゃないでしょうか。こういったね徒長した根引きされた苗とか弱ってる苗を選ぶ時のポイントなんですけども、やっぱね株元に葉っぱが多いものをね選んだ方がいいかと思います。なんでかというと、やはり一回株をピンチしてリセットをする必要がありますので、やはり上の方にね葉っぱがたくさんついたとしても、ね、一回ピンチをして切ってしまった時に株元に葉っぱがなかったら植え付けした後 の生育が遅れてしまいますので、できればね株元に葉っぱちょんちょんちょんって少しでもあるものを選んであげた方がいいかと思います。なので一緒に植えたとしても、ちょっとねこちら赤い方の方が生育がね最初緩慢になるんじゃないかなと僕は思って予想をしています。でまずねこちら肝押しピンチをしていきたいと思います。はい、切り申しをやっていきたいと思うんですけども、まあね花があると成長するよりも花の方にね栄養分がいってしまいますので、まあこうこんもりね切るのをイメージして、こんな感じでバサバサと切ってもらったらいいかと思います。まあ、これをねまた自分で楽しむ分には挿し木をしていただいてもいいかと思うんですけども、養分がね少ないものを挿し木しても、ね、うまく発根しない可能性も高いので、今すぐはね挿し木しなくてもいいんじゃないかなと思います。こんな感じで切ってもらう。で切った後なんですけども、こういった双葉がね枯れ上がっているものとか黄色くなっているものなどは取ってあげましょう。でこの取る時に注意しないといけないのが、茎をね折らないようにするのはとても大事になります。あ、でもバーベラ見てください、すごい強いですよね。これ分かりますか、よいしょ、ここほらバーベラねすごい強いので、こんな感じで上の茎の方からもねしっかり根が張って、下の方までね下の土の方に入っていってますよね。このこれ根っこなんですよ、これね、すごいですね。ということでね、まあ、こんな感じでざっくりでいいんですけども、ね、汚い葉っぱとか取ってあげるようにしてください。で問題なのはこちらの赤い方ですよね。下の方を見てみるとほとんどもう葉っぱがないじゃないですか。
こういうのをね全部葉っぱ落とし切ってしまうと復活する可能性もあるんですけど、かなり弱くなってしまいます。なので本当はしたくないんですけども、こうやってちょっとね上の方で葉っぱを残して最初やってあげないと、ね、下の方もね芽が吹かなくなっちゃいますんで、こんな感じでちょっと、ね、葉っぱのピンチする位置が高いんですけども、よいしょ、ね、茎だけにしちゃうと芽が出にくくなるので、ね、こういうちょっと高いところで仕方なくピンチをしています。あと必要じゃないものはねちょっと切っちゃいましょうかね。で枯れているものとかも一緒に切っちゃいます。いやかなり貧相な状態になってますよねこれね。でもよく見ると基本的には植物の芽はですね葉っぱと葉っぱの間から出る性質のものがほとんどです。なのでよく見てみるとどっか下の方出てないかな、例えば見えるかな、ここことかもちょっとねちょろっとねちっちゃな芽の赤ちゃんが出てきています。こっちの方もほら、ね、葉っぱがなくなった石灰の間から芽が出てきていますよね。こういったのをね大事に育てあげて、ね、ある程度これこういったね下の方の芽が出てきた後に上をねちょっと切ってあげようと思います。はい、ということで下葉を取り除きました。ピンチもしました。で次ね植え付けをちょっとねかなりバランスが、ね、悪いんでなんかあれなんですけどね、植えてどうなる、これも実験なので植えてみてねどうなるか見ていきましょう。でちょっとね根鉢ないのであまりやらなくてもいいんですけども、これ軽く下の根っこをほぐしてあげる。でプチプチで切ってあげてもいいと思います。こんな感じでほぐしてあげる。で下処理は完成です。で今回はこちらの7号ですね、7号の鉢に植え付けをしていきたいと思います。ちょっと弱っているので普段ならマグアンプ K とか男へ入れたりもするんですけども、今回は入れずに、ね、どうしても植物が弱っている時に肥料があると逆に根の生育の阻害とかもしてしまう可能性があります。マグアンプ K ぐらいだったら多分ね問題ないかと思うんですけども、一応大事をとって今回は元肥を入れずに花の土に入っている肥料だけでまずは育てていきたいと思います。でまず土をねパーッと入れましょう。と合わせてね、アブラムシとか、ね、ヨトムシとか害虫が来るリスクもあるので、こちらオルトランのデラックスを適量入れてあげます。これをちょっと軽く混ぜ混ぜとしてあげて、はい、であと植え付ける位置をセッティングします。あまり、ね、深く植えちゃうと株元が蒸れる原因になりますので、株元を、ね、深く植えないようにこのくらいね、このくらいね茎になっていれば深植えしてもね多分問題ないかとは思うんですけども、今回は深植えせずにねちょっと植え付けをしていきたいと思います。こんな感じでもうちょっと高くていいかな、どうだろう、この赤いやつがうまく芽が出てくれるか。もう絶対綺麗ですよね、紅白で咲いてくれたら、夏の、ね、真夏にね綺麗に咲いてくれたらいいですよね。ということで、でここでちょっとワンポイントして、どうせならこうね特に赤い方なんですけども、株張りがね少ない方を内側にしてあげた方が蒸れる原因も予防になりますので、こういったね株の形を見て株張りが良くない方を中心部に向けてあげるといいかと思います。白い方はねどこ向けても同じなのでいいんですけども、ちょっと赤だけでちょっとそういう風にしてみたいと思います。はい、
こんな感じでウォータースペースもしっかり作って最後に水をかけていきたいと思います。はい、じゃあ水をかけていきます。はい、これで完成になります。ちょっとね弱々しいんですけども、この後どうなるかね、この後経過観測をしていきたいと思います。園芸チャンネル、はい、ということで今回はサントリーフラワーズさんが販売している花手まりの復活大作戦の植え付け編の動画を撮っていました。でこれこんな感じで弱ってはいるんですけども、これが復活して紅白に咲いてくれるととても綺麗な状態になっていいんじゃないかなと思っています。またこの後のね動画も引き続き撮っていきたいと思いますので、この動画気になるよという方はぜひですねチャンネル登録をしていただいて次の動画を待ってもらえたらとても嬉しいです。有機の園芸チャンネルでは植物に関するいろんな動画をアップしています。チャンネル登録まで園芸ガーデニングが好きな方、ぜひチャンネル登録をポチッとよろしくお願いします。今日はこれでおしまいにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。また見てください。バイバイ。